昭和62年台風第5号は、1987年7月に朝鮮半島に上陸した台風である。震度図1987年7月7日に、トラック島の北の海上で発生した台風5号は、しばらく西進した後震度を北に転じ、14日に宮古島の西北西 30km の海上に達した。その後も東、シナ海を北上して、 15日には朝鮮半島に上陸し、16日に日本海で温帯低気圧へと変わって東北東へ引き続き進んだ。なお、この台風の国際名はセルマであるが、フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名カトリングと命名している。この台風の接近により日本付近に停滞していた梅雨前線が刺激されて活動が活発となり、 全国各地で大雨となった。日本だけでも、この台風によって死者、行方不明者9人、負傷者24人の人的被害に加え、全海、流出14棟、半海、一部破損37棟、床上浸水242棟、床下浸水3184棟などの被害が発生している。被害総額は155億円に達した。台風が上陸した韓国を、 はじめ、一時的に台風が接近したフィリピンなどでも台風による大きな被害が発生し、特に韓国国内での被害は甚大であった。死者の数は合計で138人に達し、近年に韓国を襲った台風の中では最悪の被害を出した台風の一つであると言われる。ありがとうございます。